こんにちは、小田原FP事務所の大野俊子と申します。今日はここラリック美術館に参りました。とても気持ちのいい風が吹いています。今日の、ワンポイントアドバイスなんですが、素直になれば全てが受け入れられます。自分が素直になれば人様の話が真剣に聞けるので、素直になれば人様がアドバイスをしてくれますね。素直な心があれば全ての人が味方をしてくれるので、とても得ですよという話なんですが、小田原 FP の私大野俊子、素直な気持ちで皆さんにアドバイスをさせていただいております。それでは失礼します。